こんにちは、事業準備 TV のゆめのんです。書券の作成、提出物チェック、荷物や教室の整理、次の学期への準備など、さまざまな公務でお忙しい先生方、毎日多くの公務に追われていて、日々の授業準備などに十分な時間が取れないと悩んでいる先生も多いのではないでしょうか。そこで今回は、公務を効率よく進める仕事術6選をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。一つ目の仕事術は、数の少ない難易度の高い作業よりも数の多い難易度の低い作業から取り掛かってみるということだそうです。仕事の意欲がなくなる原因として、作業の難易度が高いことよりも作業の数によるところが多いそうです。そのため、投稿者の先生は、複数の仕事を抱えたときは早く終わる仕事から手をつけて、とにかく数を減らすという意識を持つことをお勧めされていました。残り一つだという気持ちの高ぶりが、難易度の高い仕事をスムーズに終わらせる追い風になるとのことでした。2つ目の仕事術は、2分以内にできることは今すぐやるということです。1つ目の時にもお伝えしましたが、作業の数が増えてしまうことでやる気がそがれてしまうことも、お仕事をためないことが大切です。判断基準として、回覧書類に目を通したり、メールを返信したりなど、2分ほどで終わる仕事は今すぐやってみてはいかがでしょうか。3つ目の仕事術は、やるべきことが3つ以上たまったらメモに書くということです。投稿者の先生は、やるべきことが3つ以上たまったらメモに書くということをお勧めしています。メモに書いてみることで、意外と大したことないぞと思うことができたり、やることがたまってきてまずいぞと思うことがあります。そのメモから完了したものを消すときの快感は、次なる仕事への意欲を高めてくれるでしょう。4つ目の仕事は、異なる種類の仕事を同時に2つ行うことだそうです。1つのことをずっと行っていると集中力が続かないということもありますよね。投稿者の先生は、そういった時に別の仕事に切り替えると気分転換になるのか、そちらの仕事がはかどるといったことがよくあるそうです。考えをまとめる仕事と単純な仕事など、種類の異なる仕事を組み合わせるのがポイントとのことです。ぜひ試してみてください。5つ目の仕事術は、自分で決めた期限は必ず守ることです。新しく作業を始めるときは、この日のこの時間までに終わらせるという期限を決め、決めた期限は必ず守るように努力するのが大切だそうです。時間は有限であるという意識を持つだけでも、仕事の効率が格段に上がると投稿者の先生はおっしゃっていました。6つ目の仕事術は、とにかく取り掛かることです。やらないといけないと思いながらも、なかなか仕事に取り掛かることができず、ずっと憂鬱な気分になってしまうという先生方もいらっしゃるのではないでしょうか。時間がかかりそうだなと思う仕事は、とにかく取り掛かるということにつき、仕事を始めてみると意外と大変ではないということも。いかがでしたでしょうか。今回は、公務を効率よく進めるための仕事術6選をご紹介しました。ぜひ気になったものから試してみてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。